俺さリアルにさスフィンクスあるんだよ。あ、何なんだろう。これすげえなんか。これここのゾーン。もう思って。それ行く。日村さんは敵の王者だもう。でもね、59ドル。おお、今までの中だったら安いね。ね。でも泊まってるホテルのやつがいいな。まあね、あんまりこれ買ってってもあんまり自分でピンとこないっていうか。でも今までピンとこないのいっぱい買ってきたし。今まで全部自分なんだから。でもほら、あ、そっか、結構なんとなくは。そっか、そう、あっちもまだあるよ。うん、行こう。まだ日村さん入り口らへんだぞ俺ら。まだまだある。もしバッグ足んなくなったらここで買うしかないな。買っとく。これいいよ。もう今から買っといて、ほらラスベガス買う。49ドルこれ買っとく。ほらもうお土産を。これも買おう。これ買いましょう。ああ、これ1個でいい。はい、これは入ります。はい、プリンね。お土産入れ。 あ、向こう、うわ広。これまだまだだな。いっぱいあるよベガスの。ね、いいね。でもとりあえずアイラブ探そうか。いいね。あ、またあるよ。こういうのも、こういうのはいっか。もうまあこれはもうパネルになった。十分パネルになってからいいよ。、うん、あ、出たよほら。俺これ買おうかな。お、山本さんも欲しいでしょ。はい、なんで欲しいっすね。ラスベガス。ラスベガス絶対ラスベガスね。どうしてないんだ、アイラブ T だ。ダメージ加工っぽいのだとアイラブありますね。ん、ああ、若干。ああ、いや、まあまあ、これ東京ですよね。俺このベガスサインっての知っちゃったから。めちゃめちゃ欲しいですよ。あ、俺も欲しい。それこれを知っちゃったからこっちが欲しくなっちゃったな。出るかな。出るか、出るか。それいいね。この L、 これも買う。それでかいよね。その L でかいの。この L でかいね。アメリカの L だ。ピリ辛の L だね。え、ピリ辛の L。 なんでピリ辛の L。 聞き間違えたんだ。L、 あー、 M でいいね、これね。これいいな。ねえ、おい、ねえよ。おい、ねえよ。お腹がめちゃ、お腹めちゃ、顔がすごい変装してる。あと視聴者プレゼントとかもあると思うんで。あ、待って、これ L 入ってきちゃったよ。 L 入ってきちゃったよ。L 入ってきちゃったよ。あ、出た、小島だ。お前誰だ。小島だよ。お前つまんねえな。おい。M もうこれしかない。 M が？ M これしかない。へえ。 M と S にします。もし S なんじゃない？S？ 補正紙と S なんじゃない？いや、補正紙と S だよ。これちょっと S で倒して。ね、日村さんこういうの憧れ。俺だけ違う字ですよ。違う字でけえし。これ絶対いいよ、日村さん。絶対良くねえ。絶対良くねえ。マジで。こういうの、こういうの着てバリとかで立って遊んでる。これでかいの？なんでこれで着てくれるの？日村さんの帽子が決まってないね。あ、スウェットあるよ、スウェット。ん？スウェット。だからつまんねえんだよ、これ。つまんねえって何だよ。滑ってくるほどのもんじゃないよ。こんなの着てたら、ダメでしょ。これ日本で売ってそうなの、これ。でもこれ牛。え？すっげえダセえよ、こんなの。ダメかな。ダメだよ。あ、いいのあった。やめてよ。やめてよ。あ、やっぱ似合う、これ派手な。確かになんか今までのに比べたらこっちの方がいいっていうのが分かるよ。それいいね。これいいね。これにしよっか、じゃあ俺、うん、汚ねえしとか。これ綺麗なのねえのかな。日村さんラクダいたよ。なんでだよ。いや、日村さんラクダのグッズ集めてる。お前ピエロのグッズ集めてる。どっちも集めてねえよ。押してねえよ、ラクダもピエロも。俺、あ、 T シャツすごいね。ラスベガスだよ。フラミンゴだよ、フラミンゴ。ねえ、これいいじゃん。フラミンゴだよ。あ、これいいな。ほら、いいよ。これ買おう。ステッカーねえんだな。カメラマンに渡しちゃう。いやいや、なんもらうんじゃねえよ。何渡すんだこの人に。あと吉川君は集中させなさいよ。これも2個か。いや、俺に渡せよせめて。何吉川君いいよ、もらって。カメラ回させなさいよちゃんと。この
ペンは、ペンはいらないですか。あ、ペン、ペン、もう大きい、大きい。おお、何これ。電話買ってきたから、こっちにも。乃木坂ちゃんには勝てなくていいですかね。乃木坂ちゃん多いんですよね、人数が。カズミンだけいいんだよ。カズミン、カズミン年なんだよ。知らねえよ。自分で買ってくださいよ、それは。カズミンだけ買ってくださいよ。カズミン推しの俺だよ。カズミンだけ渡すのちょっと他の人に悪いな。カズミンだけやったら、メタンにもじゃあ行って、マイヤン渡します。マイヤン全部それで言えるの。7人か。マイマイも、マイマイも好きだな。どうしようか。あ、これある。一人に買い出したらね、全員分なのよ。もう2期生も入れると40人ぐらいいるから。7世丸には勝手にしないとね。え、7世丸うるさいよ。確かにね、誰か分かんなくなって、出てあげたい気持ちはそれは山々だけど、全員に買わなきゃいけないからもね。そう、全員に買えばいいんじゃない。これのコストに買うしかない。いやいや、全員にこれ渡したらキリがない、キリがない。それ、まあ、向こうはあのパリで買ってきてくれたって企画でやったけどね。あー、あったね。出てたけど、そうか。俺ら二人だからさ。リーダー、リーダー、レイカ、レイカ、レイカじゃないよ。いやいや、すげー知ってんな。リーダーをレイカで呼べるってすごいよ。リーダー、じゃあ桜井だけ買ってくれた。いやいや、一人だけっつうんだから問題だって。ちょっと腕、腕が重くなってきてる。OK かな。あー、腕痛い。疲れてきたね。疲れてきた。なぜ、日村さん。